力業界情報をタイムリー、手軽、楽しく学べる NEチャンネル。はい、皆さんこんにちは、加藤氏です。アシスタントの原夏子です。毎回 NEチャンネルをご視聴ありがとうございます。前回に続き応用編第14回、環境の価値って何？非化石価値取引市場についてパート2です。前回は日本のエネルギー状況のおさらいをしました。エネルギー自給率が低く、化石燃料依存の高い日本で非化石エネルギーの活用が求められていることが分かりましたね。今回はどんな内容でしょうか？はい、いよいよ非化石証書制度について見ていきます。はい、よろしくお願いします。はい、まずは制度が導入された背景です。小売事業者の非化石電源比率目標達成に向けて市場創設、2017年に非化石価値取引市場が創設されています。説明をお願いします。はい、再エネのあり方でも説明しましたが、2015年7月に国の長期エネルギー需給見通しが出されました。ここで電源構成に占める再エネと原子力の目標が出されています。はい、これを受けて2016年度に高度化法、正式にはエネルギー供給構造高度化法が見直され、小売電気事業者が供給する電気の 44% 以上を非化石電源にするという目標が立てられています。この 44% というのは長期エネルギー需給見通しで出された再エネと原子力の比率を足した数字になります。はい、ただしこの時点で非化石電源の大半にアクセスできる小売電気事業者は旧一般的事業者であって、そうした電源を持たない新電力が目標を達成するのは困難だという課題が出ました。はい、そこで国は非化石電源の価値を証書として取引ができる非化石価値取引市場を創設するに至ったんです。はい、ではその非化石電源比率 44% 以上、これを目指すにはどうすればいいかというのを見ていきましょう。高度化法の対象となる小売電気事業者とその義務、5億キロワットアワー以上小売供給する小売電気事業者が対象、毎年の実施状況を報告する義務がある。はい、ありがとうございます。まずは対象となる小売電気事業者を選定します。はい、これは前年度の小売の供給量が5億キロワットアワー以上の事業者が対象で、21年度は60社近くになっています。そして対象となった事業者は国に対して自分たちが供給する電力の調達量のうちどのぐらい非化石電源から調達したのか、これを毎年報告する必要があります。それと合わせて2030年度 44% 以上達成ということはもう前提として、その達成方法も合わせて報告することが必要なんだ。はい、ちなみにこちらの表にある通り21年度の対象事業者は61社になります。小売電気事業者はだいたい700社くらいだったと思いますので、1割弱くらいが対象になっている状況になりますね。はい、その通りです。ではその 44% をいきなり達成できるかと、これはなかなか難しいですよね。そうですね、 44% 目標達成のためのステップ、中間目標を設定しながら段階を踏んで達成を目指す。はい、まあ何事もそうですけど、計画を立ててそれに向かってアクションを起こしていくということが大切です。はい、そこで非化石電源比率の最終目標の達成に向けて中間目標値を毎年度設定して段階的に比率を上げていくことになっています。今はちょうど第一フェーズの真ん中にあたります。第一フェーズは2020年度から22年度の3年間で、その3年間の平均値をもとに中間評価を行います。はい、その後第2フェーズ以降どう進めるかという議論をして決めていくことになります。なお毎年度の目標値は事業者が提出する供給計画をもとに設定されます。はい、この後でもご説明しますが、今制度の見直しをちょうど行っているところですので、今後の目標値については変わっていく予定です。目標を設定するだけでなく見直しを行って進めていくんですね。高い目標ですから本当に大変かと思います。はい、では今回はここまでです。次回は非化石証書取引の仕組みについて見ていきます。はい、パート2は非化石電源比率目標達成に向けた事業者の義務などについて学びました。分かりやすかった、ここをもっと知りたいなどございましたらコメントをお願いします。
またこの機会に高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回もお楽しみに。